1時になりました。こんばんは。AKB48 の横山由依です。向井地美音です。今夜はこの2人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。2人。なんかスタジオがスカスカなんですけど。ね、いつもは3人以上が多くて。最近っていうか、ね。ちょっと前6人とか7人とかもあったじゃないですか。すごかった。ぎゅうぎゅうだった。だからスカスカ。このだってショールームの画面も思いました。2画面すごい2画面で恥ずかしい感じ。恥ずかしい。映ってるんですけど、やだ。なんか小峠さんここ来てくださいよ。小峠さんなんか離れて、そう、作家の小峠さんっていうか、あの頭が似てるという小峠さん、はい、遠いから来てほしいのに。そうなんです、いつももうちょっと近くにいるのに、うん、慣れないですけどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、12月8日に AKB48 劇場で行われた結成13周年記念公演で、はい、私横山由依が、48グループの総監督を、次のミーヨンに受け渡すというのをね、発表したんですよ。だから次期総監督にミーヨンを指名させていただきました。ありがとうございます。そう、これちょっと総監督って何っていう、ね、そうですよね、方いらっしゃると思うんですよ。知らない方には、なんかね、野球かなとか思う方もいるかもしれないんですけど、AKB48 はこう大人数のグループなので、リーダーっていうのがねいて、はい、初代は高橋みなみさんがリーダーをやられてて、はい、まあ、その役職が総監督っていう名前がついて始まったんですけど、うん、はい、だから全体を見るリーダーっていうのが総監督で、うん、でその高峰さんから指名を受けたのが私横山由依で、2代目の総監督を、うん、はい、この3年見習いを含めたら4年ですね、やらせていただいていて、次期総監督時代を含めると、はい、でその、まあ、この間の12月8日にミヨンに、はい、そう、今度総監督を引き継ぐよっていうのをね、発表しました。そうなんですよね。なので現総監督の私は現総で、ミーヨンは次期総監督なので次期総って呼んでください。あだ名通称、はい、現総次期総コンビ。そう、2人っていうのもね、嬉しいですね。うん、だから今日はそういうどういう経緯でミーヨンに引き継ぐ、受け渡すことになったのかとか、はい、そういう皆さんがちょっと気になってるであろうこともお話できたらなって、うん、まだねあんまりどこでも喋ってないんですよね。そうそうそう、その後2人でさ、こう本当に何発表はなんて言うんだろう、言葉を発することがなかったよね。そうなんですよ、ファンの方に対して、うん、説明をなしにここまで進んできちゃったので、はい、ここでね一旦落ち着いてね話したらなって、いっぱい喋りたいと思います。うん、まあ今日は19日ですよ、12月の。はい、もう終わりますね、今年。そう、やばい。あと10日ぐらい。そう、12月8日はね、はい。そう、13周年やったし、はい、私もね、そう、26歳になったんですよ。おめでとうございます。誕生日、AKB と誕生日が一緒という。そう、でも、やっぱ高峰さん誕生日が4月8日で、48で、うん、はい、横山さんは12月8日で AKB と同じ誕生日で、うん、ミヨンは1月29日。っていう何でもない日なんですけど、いい肉の日っていうことでいいにもなってないから、そうか、11月肉の日だったらよかったけど、まあ確かにね、なんかいいんですかね、何にもなくて申し訳ない。いやいや、あ、身長が148センチとか、あ、150センチですね。あ、まあまあ、高見さん超えちゃった、まあ まあね、まあまあ、なんか見つけましょう。まあ見つけましょうね。はい、はい、私もありますけど、はい、まあ今日とかはね一緒に、うん、テレビの AK ビンゴっていう、はい、冠番組の収録をしてきてね、もう新年の回を撮ったので、そう、なんか終わりますね、今年本当に早かったな。早かった。ちょっとまあいろいろね、この後いっぱい喋っていきましょうか、はい、振り返りましょう、はい、後で。では今夜も元気にいきましょう。せーの、 AKB48 のオールナイトニッポン。こんばんは、 AKB48 の横山由依です。同じく AKB48 の向井地美音です。はい、今日の進行は私横山由依が担当します。よろしくお願いしま す、 お願いします。はい、オールナイトニッポンの出演回数を振り返りたいんですけれども、はい、
前回、ああ私は45回目ですね。いやーすごい、そうベテラン。そうただね、はい、この出演回数ランキングみたいなのがあって、うんうん、その1位最多出場は大谷静香ちゃんの50回なんですよ。おもうちょっとじゃないですか。もう私絶対に来年までに越したい。来年までに、いや無理や。だってこれ今年最後の AKB のオールナイトですよね。そうそう、やばい。来年には越したい。来年中には越したいですね。いけますよ、いけますよ、いけるかな、余裕じゃないですか。お願いします。ミーヨンは16回目なんですけど、はい、そうなんですよ。でもなんと、お今年最多出演回数タイらしいですね。なんからしいですよね。中井梨花ちゃんと一緒なのかな。そうなんですよ、多分そうだと思う。多分ってスタッフさんも言ってるんですけど、スタッフさんちゃんと数えないんだ。この間まで梨花ちゃんに次ぐ2位だった気がするんですけど、うんうんうん、今日聞いたらタイなんじゃないかみたいな。おすごいね、すごい、パパパパパパーですよ。誰も調べない、信憑性のない情報なんですけど、まあまあそれぐらいいっぱい今年は呼んでいただけてるので、ね、すごいオンナイトのイメージついてますね。ありがとうございます、はい、2人だけでのラジオっていうのは、あでも何回か あったね。私の前ラジオにゲストに来てくれたりとかあったけど、ね、この2時間まるまる生放送とかないですよ。私らは本当普段から、はい、まあ、旅行行ったりもするし、ご飯食べに行ったりとか、うんうん、お泊りしたりもするから、まあ、普段の感じで ね、めっちゃ楽しみにしてました。今日のこと、いいね。まあこの生放送でやっていくので、はい、メッセージで番組に参加していただきたいと思います、はい、総監督を引き継ぐという話もしていきますし、あだからね、そのどういうなんか質問とかもね募集したいなっては思うんですけど、はい、まあその引き継ぐっていうのをクローズアップしてテーマもあるので、うん、テーマはこんなのです。平成の大処分、これいりません。総監督から次期総監督へいろいろと引き継ぐものはあります、はい、逆にこれは引き継がない方がいいというものもあります。さらに来年には平成が終了してしまいます。そこで今年は、はい、今回はリスナーのあなたがこれはもうさすがにいらない、処分したいというものを募集します。ものだけじゃなく風習などでも結構です、まあ、例えば家に30年以上ほったらかしてあるブラウン管のテレビ、まだあんのかなこれ ね、 ね、 ありそうね。ここは私がというレシートの奪い合いなど、はい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 、まあね、あなたがいらないと思うものを送っていただけたらなと思います、はい、受付メールアドレスはこちら、はい、akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com すべて小文字のアルファベットで書いてください、うん、AKB も小文字です。メールの件名の欄にテーマならテーマ、感想なら感想と書いてください。たくさんのメールを待ってます。テーマは大処分なんですけども、はい、今夜は逆に絶対に処分できない激レアなプレゼントがあります。何ですか。日本放送の倉庫に大切に保管していた AKB48 の過去のシングル曲のポスターです、うん、すごい。ハイテンション、うん、7枚はい、翼はいらない6枚、はい、ラブトリップ5枚、グリーンフラッシュ1枚、これはアルバムですね、0と1の間3枚、合計22枚です、うん、全部非売品の激レアくんですね。すごい。そっか、ポスターって非売品、非売品よ。そうですよね。基本的にメールをいただいた全ての人の中から抽選でプレゼントするんですが、うん、メールを読んでる途中でこれぞという人がいたらその人は優先的にプレゼントしちゃいたいと思います。そしてそして、なんと先ほど私たち2人のサインを入れさせていただきましたの で、はい、やったー。急遽、ね、サイン入れる予定なかったんですけど、ポロッとね私がミヨンがサインをって言っちゃったので、あ、じゃあサイン入れましょうってなって、そう、サイン書きたがりなんで、そうサインを書かせていただきましたのではい、激レア、はい、メールをね、送ってくださったら当たるかもしれないということで、うん、ぜひお願いします。はい、そしてですね、この AKB48 のオールナイトニッポンは動画を無料配信するサービスショールームで生配信中です。パソコン、スマホから見ることができますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。今夜も最後まで聞いてください。 AKB48 のオールナイトニッポン、この番組はエイブル、ブルボン、 BVD 富士坊、白夜処方、サミー、種の滝、ハーゲンダッツ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。今夜の1曲目です。先日の AKB48 紅白対抗歌合戦ではフィナーレでこの曲を全員で歌いました。 AKB48 で Give Me 5。「
のメールテーマは平成の大処分、これいりません、これはさすがにいらない、処分したいという物事を送ってください。物、考え方、教えなどなど、あなたがいらないなと思えば何でも OK です。受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com、 ツイッターはハッシュタグ AKB48ANN をつけてツイート、 AKB48 のオールナイトニッポン。AKB48 の横山由依と向井地美音がお送りしています。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 AKB48 のオールナイトニッポン。生放送ということで18歳以上のメンバーだけが参加できる AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のメンバーは横山由依と向井地美音です。はい、メールを早速いただいています。ありがとうございます。福島県のケイジさん、先日指原莉乃さんが卒業を発表しましたね。卒業発表の日の夜、指原さんは自身のショールーム配信にて、うん、横山総監督には事前に話していたと言っていましたが、指原さんから卒業の話を聞いた時は正直にどう思いましたか。おお、なるほど。そうなんですよね。ということで、まずその話しちゃいますか。しちゃいましょう。はい、さしこね、卒業しちゃうよ。いやー、なんか実感まだ湧かないですけど、ついにこの時が来てしまったんだなっていう寂しさがすごくありますね。なんかで、その発表する週の時に、はい、私は今電話できるって言われたことがあって、で新幹線やったかな、やったから、あ、じゃあデッキに行った方がいいですかって言ったら、あ、じゃあ一回デッキ行ってもらっていいって言われて、デッキに行って電話をして、そしたら15日のコンサート、HKT でコンサートやんねんけど、その時に、卒業を発表するよって言われて、うん、そうなんですね。そう、あーって思って、うん、で、でもその前の時、はい、多分あれどれくらい前だったかまだ全然忘れちゃったんですけど、なんか指原さんからなんか現場終わりでこの後ご飯行こうみたいな感じになって、うん、で私が誘われたんですけど、あ、ミオンも一緒にいいですかって言って、で行ったところで、さしこは卒業を近々発表するかもみたいな話をしてくれて、そう、たまたまミオンもそこに。そうなんです。実はちょっとこれ初めて、まあ言うんですけど、その指原さんがね、横山さんに卒業しようと考えてるっていうのを隣で私、実はね、偶然たまたま聞いてて、なんかびっくりすぎて、なんか、ね、自然と涙が、そう、泣いてたよね、ミオン。そう、すごい出てましたっていう記憶。そう。あれな、どんぐらい前なんですかね。どれくらい前やろう。でも、うん、いつだろう、夏とか秋とか、
そんな最近じゃないですか。いやでも最近かも。でも全然時期がさ、でもここ数ヶ月、そうそうそう、半年以内だったと思うんですけど、なんかそうね、サシコの思い出とか、あ、卒業は4月やから、はい、まだあるけど、うんうん、でもなんか一個一個、例えば年末の歌番組とかも、うん、今後指原さんと一緒に出るのってもう最後なんだなって、そうね、思うと結構寂しさがありますね。やっぱさ、こうムードメーカーというか、うん、本当に楽屋でもすっごい明るかったりとか、盛り上げてくれたり、うんうん、後輩のことをすごい見てくれる印象があるから、もちろんそのバラエティとか、はい、まあ、AKB で番組出させてもらった時とかも指原さんがさ、こういう風にやっていこうとかって言ってくれたりして、うんうんうん、こうその空気感を作ったりとかなんかしてくれたし、なんかすっごいさ、人のがどう見えるかとかさ、もう気にしてくれるから、すごい視野が広いから、やっぱりそう、なんかいろんな目線で教えてくれる先輩だったなって思いますし、うんうんうん、私の思い出は、うん、多分その2年前の夏ぐらいに、うん、あの USJ のコンサートやらせてもらったじゃないですか、ね、うん、AKB が夏休みの期間ほぼ毎日、ね、うん、USJ の中のホールでコンサートするっていうのを1ヶ月間ぐらいやってて、うん、でそれに結構しょっちゅう出させてもらってたんですけど、うん、なんかその期間ぐらいに指原さんがなんかアイドルとしてのパフォーマンスをすごい、ある日私にすごい教えてくれたことがあって、うんうんうん、なんかあんまりこういうことを後輩に言ったりはしないけど、なんかミーヨンならできると思ったから、うん、なんか教えるねって言って、うん、突然楽屋の奥のなんか部屋みたいなところで、うんうん、セラさんとあとユキリンさんと3人で話していろいろ教えてくださったことがあって、うんうん、すごいそれが印象に残ってます、うん、嬉しかったなって。ミーヨンってあの USJ の時からパフォーマンスが、はい、なんかライブのパフォーマンスが上がったなって思って、うん、本当ですか。そう、なんかお客さんに向かってるっていうか、なんか今まで例えばじゃあ曲の中でも、うん、まあ移動するタイミングとかがあるときに、うん、なんだろうな、その意識してないわけではないけど、まあ、今までよりそう、なんか手を振ったりとか、なんかそういうお客席を意識するみたいなのを心がけてるんだろうなっていうのを、うん、一緒にステージに立ってて感じたから、多分それはそれ、きっとそれ言われたんだ。指原さんに教えていただいたことです。全部。なんかやっぱコンサートとか後ろで見てても、うん、なんだろう、例えばヘビロテのアイオンチュー一つでさえ、うん、前にただやるんじゃなくて3階席に、うんうんうん、なんか2階席3階にやるとか、うん、恋チュンのおにぎり もういろんな方向見てやるとか、うん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 、そういう細かいところも全部アイドルとしてすごいなって、うん、わかる。めっちゃ勉強してました実は。ね、すごいよね。あとはなんか、うん、サシコはなんかなんだろうな、あのトークの部分では本当にいっぱい引っ張ってもらったし、うん、まあ、それ以外のところでもそうやねんけど、あのでもなんか私が総監督としているから、その総監督っていうのを立ててくれるところがすごくあって、うん、だから何かな、この間の、FNS 歌謡祭で、はい、その乃木坂さん、欅坂さん、うん、アイズワンさん、うん、私 AKB っていうのでコラボさせてもらった時も、うん、ね、うん、なんかこれをじゃ あのなんか確認しないといけないことがあった時に、じゃ全員さ、どの人が仕切っていいかとか、そうですね、各グループどのさ、そうそうっていうのがある中で、うん、私もどうしようって思っててんけど、じゃあ総監督のゆいちゃんがこれ決めていいよみたいな感じで振ってくれて、それで、あ、じゃあこうもう一回チェックしてやりましょうみたいな風に言えたの。だからなんかそういう風になんか、うん、助けてくれたなって思うから、すごいやっぱその場の空気とかを全部こう作って、うん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 、やりやすくしてくれるのが指原さんだったなってめっちゃ思います、ね、うん、これ私、うん、あの自分がファンだった時の話なんですけど、うん、私小島春菜さん推しっていうのは結構いろんなとこ言ってるんですけど、ねうん、実は二推しが指原さんだったんですよ。そうなんや。あんまり言ったことないんですけど。そうね、あんま聞いたことなかった。そうだから、うん、なんかあのマジスカ学園のチームホルモンさんがめっちゃ好きで、うん、オタやっけ。そう、オタっていう役名で指原さんが演じてたのがすごい好きで、うん、
マジスカファンだったので、チームホルモンってすごい、うん、なんか弱い弱いねんな、うん、そう、なんか喧嘩とかしても喧嘩は弱いんだけど、そう、仲間思いで、そうそうそう、心が熱くてみたいな、うんうんうん、それがすごい好きで、まあ、自分も後々マジスカ4とか5出させてもらうときにチーム火鍋っていうなんか妹分的な役をもらえたのがめっちゃ嬉しかったなっていう。わかるわ、なんかいろんな思い出出てきちゃった。本当にいっぱいあるわ。ノットエットの時とかも思い出したらいっぱいあるけど、うん、そうですよね、ノットエットもう横山さんだけになっちゃいますね、うん、え、そうやね、ねえ、そんな、そう、そうですよね、やばくないこれって、一人になっちゃったなんか、どうするんですか。でもこれって順番なんだなって思ったのは、うん、ノットエットってこれ言ったことあるか分からへんけど、もともと優子さんと指原さんと北原さん3人で、そうユニットを組む、オートプロでユニットを組むっていう話を多分してたっぽし、あったっぽいの、またもともと、はい、でなんかそう楽屋でなんかこれユニットやるんだよねみたいなのを貼ったから聞いてて、うん、あ、今度はこの3人のユニットなんだって思ってて、で、ある日なんか秋元先生に呼ばれて、そしたらなんかうん、ユニットをこの3人でやろうと思うんだけど、そこに横山を入れようと思いますって言われたの。で、え？みたいな、あの3人でやるって言ってたやつやと思って、そうですよね、入れてもらってんけど、そうなんだ、そうそうそう、だからまあさ、後からもう一番後輩で入れてもらったから、まあ確かに先輩からこうやって順番に卒業していってるんだなっていうのはすごく思った、なんか、うん、そうですよね、この間ノースリーブスさんの復活ライブみたいなのを目の前で見せてもらったんですけど、そうやっていろんなユニットがやっぱだんだんこう卒業ね、そう、されていく中で、まあ、でもまだノットイエットは一人残ってるから、そう、残ってるので嬉しいですね。でもなんか最近カバーじゃないけど、うん、あ、なんかチームメイトの子とか、あ、なんかよくライブとかでやってくれてたりするのがめっちゃ嬉しい。そうですよね、そうね、ありがたいですね。秋田県のチャックロゲさんからメールが来てます。去年4月に戦友の太田いかちゃん、今年4月には同期の北原理恵ちゃんが卒業したので、サッシーもそろそろかなと想定していたので、ついに来たかという思いです。卒業コンサートが横浜スタジアムで来年4月28日平成最後の日曜日に行うということで、すごい、僕は最後まで後輩たちにかっこいい姿を見せて、平成が終わると同時に AKB を卒業なんて、サッシーらしくてなんてかっこいいんだろうと思います。まさしくサッシーは平成という時代を駆け抜けた象徴だと思います。かっこいい、これかっこいいよね、いいな、なんか将来平成の象徴としてなんか教科書乗れそう、確かに乗れますよ、すごいいいな、語り継がれる、なんかタイミングな、測ってたか、まあいろいろ考えてはいたやろうけど、うんうんうん、平成が変わるって時にもう卒業するっていうのはすごいね、持ってるというか、うん、そのそういうタイミングにしたのはまさしく、そう、さすがあると思うけど、らしいですよね、うん、らしいよね、さんらしい、まあちょっとね、そんな感じかな、そうですね、うん、じゃあ無理に浸ったところで、そうですね、曲いきましょうか、はい、おわっ、おマジか、曲、じゃあ曲いきますか、はい、急遽変更で、じゃあ急遽変更でいきますノットエットで週末ノットエット、 ノットエット、
後輩。はい先輩。私から一つあんたに教えといてやるわ。総監督たるもの、総選挙のスピーチでは過呼吸になるべし。ええか、感情を高ぶらせんねん。それで号泣するやろ。そしたら自然と過呼吸になんねん。要するにやな。あの先輩。なんよ。それはいらないっす。もう AKB48 のオールナイトニッポン。AKB48 の横山由依と向井地美音がお送りしています。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 AKB48 のオールナイトニッポン。はい、メールを読んでいきたいと思います。東京都のルクソータイガーさん、はい、お二人が語る指原さんの魅力、僕もすごくわかります。バラエティなどでの活躍はもちろんですが、指原さんのライブパフォーマンスはとてもズバ抜けてると思います、うんうん、曲中の仕草やお客さんの煽りなど、いつも本当にすごいなと思っていたので、この先見れなくなると思うととても寂しいです。寂しいですよ。そうね、本当に寂しい。はい、石川県の顔面ケーキ屋さんですね、うん、ます。平成を駆け抜けたサッシーにもやっぱり登れない山はあったんですかね。出ましたよ、これ知らんやろ。知らないです。何なんかなんて説明したらいいんですか。それ結構何回かショールームのコメントの方でも見て、うん、何やろうと思ったか分かんないからスルーしてたんですけど、それもどういうこと。私ボルダリングをロケでやったっていうのね。あ、はいはい、最近ですか。あ、ちょっと前にやってんけど、あのリカちゃんとリンちゃんと私で出たオールナイトニッポンの時にその話をしてて、はい、ねえ、なんかボルダリング楽しかったみたいな話してて、はい、やっぱ何が楽しかったかみたいな話で、うん、登れない山もあってんでみたいな感じで、なんかやばい。そう言ったらリカちゃんが登山家やみたいな感じになって、それからその日はもう名言登山家の方に質問ですとかいう感じになっちゃって、そう、やばい。ずーっとそれで言われて、あ、じゃあ今日も登山家横山さんに今日は対談していきたいと思います。まあね、今日は登山家じゃなく総監督で行きたいんですけども、はい、この時間はですね AKB48 グループの総監督についてお話をしていきたいと思います。ついにこの話、ついに、ね、よろしくお願いします。待ってくださってた方もいますかね。そうですね。じゃあ何から話す、何から話せばいいんですかね、これ。どうします。あ、なんかメールじゃ、メールすいません。ありがとうございます。宮崎県の横木さん、はい、前総監督高橋みなみさんもこんな重い大役を託すことは心苦しいみたいなことを当時は言ってましたけど、うん、ゆいちゃんもやっぱり心苦しかったのですか。はあ、うん、そうですね、うん、すごく
まあ高見菜さんが言ってたこと分かるなっていうのプラス、うん、私はまあすごいそう思ったのよ。なんか自分が総監督やらせてもらってても、うん、やっぱり泣く日が増えたし、大変だったけど、でもなんかその時間が経つにつれて自分の中で慣れてきたりとか、周りの人がすごい助けてくれたりとかして、うんうんうん、乗り越えられることが増えたり、もちろん今だに自分ができてないこともいっぱいあるけど、でもなんかそういう中でやっぱりこの年齢でさせてもらえる経験のすごい大きなものだなって思って、うんうんうん、できっとそれをね、なんかやる上で悩んだり考えたり落ち込んだり、うん、で嬉しかったり、いろんなことがあって、人としてすごく成長をさせてもらってるなって思うから、う、まあ、それを、まあ、やりたいって言ってくれたミオンがいたってことは、はい、うん、任せたいなって思った。うーん、けどやっぱりめっちゃ悩んだよね、これは。そうなんですかね。うん、悩んだ、まあ、どこから言ったらいいかな。私、これは、まあ、私の話からすると、うん、まず私は今年の総選挙、夏の総選挙の時に、うん、まあ、選抜にこうランクインさせていただいて、うん、そこのスピーチでこういつか私は AKB48 の総監督になりたいですっていうのを言わせていただいたんですけど、うんうん、なんかそれはなんか今までは去年とかまではそんなに思ったことなかったんですよ、うん、そうだね、そうキャプテンとか総監督とか、うん、こう自分の中にあんまり想像もしてなかったんですけど、うんうん、一番大きかったのは今年あの3月に AKB48 センター試験っていうのがあって、それはあの AKB に関する知識を競うメンバー内でのイベント、うんうん、まあ、ファンの方も参加されたんですけど、うん、そこでメンバー内で1位を取ることができて、うん、私はもともと AKB オタクだったので、うん、なんか自分ってあんまり武器とか特技とか何もないけど、うん、AKB 愛だけはこう誇れるんだって数字で結果に出たのがすごく嬉しくて、うんうんうん、じゃあそれを武器に これからも頑張りたいと思った時に、うん、なんかその気持ちを一番発揮できる役職が、うん、あ、総監督だなっていうのを、うんうん、こう横山さんを隣で見てて、うん、すごくそれを感じたんですよ、うん、でこう横山さんともこう仲良くさせていただいてる中で、うんうん、本当に365日 AKB のことをずっと考えて、ご飯の時も AKB の話ばっかりして、うんうん、そうね、そうだから、うん、そんな横山さんみたいになりたいなって思って、うん、総選挙で、うん、もし選抜に入れたらこれを言おうって思って言わせていただいたんですけど、うんうん、それがまさかこんなにこう、そう、ね、半年後というか早く実現現実になると思ってなくてびっくりはしたんですけど、すごく嬉しかったです。なんかその総選挙でスピーチをする前日にも、はい、前日に LINE をくれて、これを言っていいですかって、総監督を目指したいっていうのを言っていいですかって言って、うん、横山さんに失礼にならないですかって言われて、でもそのことを言われた時になんか嬉しかったの、すっごくなんかホッとしたというか、よかった。なんか高見菜さんの苦労もすっごい見てきたし、自分もやっぱりね、あの表には分からないところでもすごく悩んだりもしてたから、実はっていうのもあって、やりたいって言ってくれる子が、この姿を見ているんだっていうとすごい嬉しくて、救われた気がして、で嬉しかったから、じゃあ言ってねって言って、でまあそれを言ったことによって、はい、私はねこれね、総監督を自分からじゃあミオンに渡そうってなったんじゃなくて、 うん、そもそもは、うん、あの秋元先生になんか横山もこういずれグループを卒業する時が来るから、うん、まあ、その時のためにやっぱり自分の個人でもこうちゃんと道を作ったりとか、うん、活動をしていけた方がいいよねっていう話をしていただいて、うんうんうん、で、だからグループにいながら自分の道も作った方がいいし、でなんかその総監督っていう役割があるとやっぱりできないお仕事もあったりするから、そのグループの他のグループのじゃない仕事だと、だとなんかそう、なんだろう、総監督っていうのをミオンに渡すのはどうかなってっていう、あ、受け渡すのはどうかなってまず言われて、で誰がいいかなっていうのを一緒に話してて、だからすごい私も
まあ、ミヨンがそう言ってくれたことによって他の子にもなんかどうこの子はどうなんだろうなっていうのを自分の中ではすごく考えたの。そうですよね、うん、これはミヨンでいいのかなとか、うんうん、キャプテン経験がなかったりとかするから AKB 愛はすごくあるけど、うん、それがミヨンにとってすごく大変なんじゃないかなとかは考えて、うんうんうん、あこの子はどうだろうこの子はどうだろうなとかいろいろ考えたけど、うんうん、やっぱりやりたいっていう気持ちがさあ何回もこう話してる中で、うん、まだやりたいと思ってるとか今ね何回も確認して実はそのねその、まあ、総選挙の後から今半年ぐらい経ちましたけどその間も何回かご飯に行って、うん、ケビンの話する中で、うん、その気持ちは変わってないのかなっていう、うん、そう確認をねそう言ってもらったりしてて、うんまあ、だから受け渡すとかは全然その時はまだ言われてなかったので、うん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 、はいってそう、ね、そう変わってないですっていうのを伝えてたんですけどそうで12月8日の昼公演が終わった後に裏にそうなんですよね、うん、劇場の裏にミヨを呼び出して、うんうん、LINE でそうあ LINE で今から来てみたいなこと言ってえ行きますって裏行ったら、うん、小山さんいて今日発表しようと思うけど、うん、総監督やりたいって気持ちは変わってないっていうのをもう一回最後に確認して、はいうんうん、で発表したって、ね、まさかそうその13周年公演で、うん小山さんが発表するって、まあ、そこで本当に知ったので、うん、びっくりしたしなんかこれ本当に私でいいのかなというか、うん、不安とか自分にできるのかなっていろいろまああったんですけど、うん、でもそれ以上にやっぱり横山さんが任せてくださったっていうそれがすごく嬉しかったので、うん、精一杯頑張ろうっていう風にそうそうそう思いました。そうでなんか私のその時の発表の仕方がすごく良、うん、くなかった部分があったかなと思って、うん、だからなんかミヨに任せられると思ったら卒業するみたいな風に言ったんだけど、うんうんうん、なんか今はミヨを次期総監督って指名してて、はい、で、まあ、ミヨが総監督になった後も私はグループにいて、うん、いようと思ってていて、うん、だからイコール卒業じゃ全然なくって、うん、卒業は本当にまだ全然考えられてないから本当に良かったです。本当私もだから、うん、発表をこう、うん、後ろ斜め後ろぐらいで聞いてて、うんうん、あれこれもし私がじゃあ総監督になったとしたら、うん、横山さんはそれと同時に卒業しちゃうのかなって、うん、すごく不安に思ってたんですけど、そうじゃないのよ、ですよね、卒業本当に私考えられてないから、うん、そのまあねミヨンがに総監督を渡した後もメンバーとしていて、うんうん、でなんだろうちょっと自分の個人の名前をたくさんのもっとたくさんの人に知っていただいて、うんうん、AKB の入り口みたいな感じになれたらいいなって思いもあって、うん、このタイミングで発表したっていうのが実はあって、うん、だから今まで挑戦できなかったお仕事にも挑戦したいなって思ってて、うんうんうん、やっぱグループのことがすっごく好きやから、うん、今のメンバーと見たい景色もあるしやっぱり本当に口うるさく言っててもうまたそれかって思われるかもしれないけど、うん、みんなとやっぱ東京ドームに立ちたいから、うん、私は同じです、うん、それはなんかいつもさなんか飛ばして言ってるっぽく感じるかもしれへんけど、うんうんうん、実はメンバーとはさ共有しててそうですねちゃんとそう東京ドームに立つっていうことはやっぱみんなの夢を一個一個叶えてる先にそのコンサートが絶対あるはずやから、ね、その過程も含めてのそう、うん、その夢をずっと横山さんは、うん、なんかメンバーみんなで集まる時エンジンとか、うんうんうん、周年の時とか、うん、いつもそれをちゃんと言ってくださってたので、うん、私もその夢を引き継いで、うんうん、これから一緒に叶えたいなっていうのはすごく思います。うんうんうん、ちょっとメールを読みますね、はい、三重県のたけちゃんさん、ありがとうございます。横山さんが総監督を、向井地さんに引き継ぐにあたって総監督という立場に立つ人間として、うん、これは伝えておきたいことや、うん、これだけはグループのトップとして貫いてと思うことはありますか。これはすごい難しいけど、うん、何かな。でも本当にそれが決め手でミヨンにしたっていうところはやっぱり AKB48 愛だと思うから、うん、私もそのやっぱ AKB のことは本当に本当に好きやから、うん、そこはやっぱ大事かなって思う。うんうん、それがあれば例えばすごい迷ったりとかした時も、うん、そこに戻ってこえると思うんだよね、うんうん、悩んだ時とかも、うん、だからそうかなっていうのと、
あとは何かな。でも私は本当に自分が、うん、特別何かができるってことが本当にないから、だから、うん、本当に基本的なことは絶対やるみたいなのは決めてて、うんうん、例えば心がけてるのは絶対遅刻しないとか、うん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 、なんか時間を絶対守るとか、なんか本当にもしかしたらすごく基本的なことかもしれへんけど、なんかそれはめちゃくちゃ心がけたかもなって、うん、呼ばれたらすぐ行くとか、うんうん、まあ、団体行動やし人が多いから結構ね、そういういろいろ時間とかもあるねんけど、うん、まあ、そういうのは心がけてるかな、うん、早替えをめっちゃ早くしたりとか、あ絶対一番早い横山さんそうそうそう、だからそういうのは結構皆さんも見てたり、うんうん、してかな、こう早めに見てますその横山さんを、うん、かな。佐賀県の君とべさん、はい、総監督ってそもそも何をするんですか。ああ、これね、なかなか分かられづらいんですけど、そうですよね、ちょっとじゃあみよ、私が何してたかみたいな近く言って、私は難しい、え、具体的にってことですか。多分そうやと思う、行動分からへんねや、分からへんと思う、こう見てるだけじゃ。まあでも一番、うん、グループでの活動、うん、まあ、でも他もそうか、うん、やっぱでもエンジンとかをやっぱりこう、うんうん、コンサートの時とかね、そうコンサートの時とかにこう言って、うん、セットリストの確認とかも全部してくれたり、うんうんうん、でそのまあコンサートごとにちゃんと言葉をみんなにかけてくれて、うんうん、よし一緒に頑張ろうっていう風にこうしてくださったりとか、うん、でも横山さん本当に何だろう、研究生としての経験から選抜メンバーとしての経験まで、うんうん、なんかいろんな全部のメンバーの気持ちが多分わかる方だなっていうのを、それは私はすごい隣で見ててわかるから、うんうん、だからいろんなメンバーの多分ことをちゃんと見て声かけてくださったりとか、うんうん、悩み気づいてくれたりとか、うん、そういうの高見さんの大丈夫センサー的な、あーそれすごくやっぱ総監督って一番なんか心の支えだなって思います。行動もそうだけど、うん、精神的にも、うん、嬉しいなそれ。あとは何ですかね、うん、いやでも、うん、私そうキャプテン経験がないっていうのが自分の中ですごく不安で、うん、なんか15期生なんですけど AKB の、うん、結構ずっと後輩側として活動してきたから、うん、でも今気づいたらすごく自分よりも後から入ってきたメンバーもたくさん増えてて、そうね、AKB の中だけだと、うん、だいぶ半分よりもしかしたら上にいるかもしれないぐらい人数では、うんうん、なんですけど、だからこそ、うん、まあ、後輩と普通に仲良く喋るとか全然できるんですけど、うん、引っ張っていくとかができるのかなっていう不安はめっちゃあります確かにそうやねんな、うん、どういう総監督になるんやろうって、別に私総監督ってどういう形でも絶対いいと思うから、うん、高見さんは高見さんしかいないし、ね、私は私しかいないし、みおみおしかいないから、うん、うーんね、どうなるんやろうってはすごい楽しみ。私のイメージでは、うん、すごい高見さんはこう全員の、うん、こうなんか先頭を、うん、みんながこう三角形になってて、例えば、うん、そのピラミッド的なね、そうそう、うん、走る総監督で、岡山さんはこう横一列になってみんなで一緒に進むっていうイメージ、うんうんうん、自分はじゃあ何なんだろうって、何なんだやろうな。そうなんです、確かに私は、うん、でもその一番なんか大事にしたいのはそのファンの方の側からの目線も、うんうん、そうね、そのファンやったもんね、そうなんです、元々その経験をちゃんと活かせる総監督になりたいなっていうのはめっちゃ思うので、うんうん、ファンの方がこういうのは見たいみたいなライブをいっぱいしたりとか、うん、ファンの方目線もメンバー目線もどっちも取り入れて、うん、なんかアイドルとして輝けるようなグループにできる総監督になりたいなって漠然となんですけど、それはいいと思う。私はもともと AKB の、 あのファンではないというか、うんうんうん、そのコアなファンではなかったから知らない状態で入って、でも AKB の魅力に取りなんだろうな、ハマって、うん、で総監督になったから、もうそこの時点でファン目線っていうのはあのミオンが持ってる持ち味やと思うから、うん、完全に それがミオンの総監督だろうなって思う。そうですかね、うん、私らしさをなんか出しながらできるのかな、うん、なんか私はあとは固定
観念っていうんですか、固定概念、固定観念、固定観念だ、固定観念にとらわれたって欲しくなくて、はい、だから高見さんはあの卒業のタイミングで私を総監、次期総監督に指名してくれたけど、うん、それがまた私もそうなると絶対にそうじゃないといけないっていう風になっちゃうじゃん。 うん、でもそれをしたくなくて、うん、だから私は現役でバリバリで入れるうちにミオンに伝えることとかサポートできることをやりたいなと思ったから、うん、自分がメンバーでいる間にミオンの総監督を見守ってたいなと思って、うん、こういう感じにしたっていうのもあって、うん、だからなんかどんな形でもいいのかなって思う。だから、ね、ミオンが何年やるかも分かんないし、うん、なんかどういう風にやっていくのかも全然自由でいいと思って思う。へえ、うん、できるかなね。でも、まあ、本当に頑張りたい気持ちはめちゃくちゃそうねあるので、まあだから私もサポートできるところはサポートしたいし、でも一個気になるのは、うん、その次期総監督って何すればいいですかね、うん、あそれはそうやねんな。そうなんですよ。なんか私もこれをもうぶっちゃけると、うん、次期総監督の時期に何かが自分の中で成長できたなって思ったことが実はなくて、うんうん、なんか高見さんがいてくださったからやっぱ全部頼っちゃったりとか、うんうん、結局高見さんが総監督やからっていうのがあったから、うん、うーん、私はそれをしたくないなって、次に受け渡す時はそうしたくないなって思ったから、うん、この間話したけど1月からは、はい、あのミオンがこう例えばエンジンとかやってねみたいなのを言ったやん。そうですね。でだからその総監督っていうのをいつ受け渡すかっていうのは、もうそれは秋元さんともう一回話すねんけど、はい、とか運営の人と話すねんけど、その見習い期間みたいなのを無駄なものにしたくないっていうのがあるから、はい、だから12月いっぱいまでは私が全部ちょっとやらせてもらって、それを最後見てもらって、うん、で1月からはミオンに引き継いでいけたらなって思うから、私はだからミオンが助けてくださいって時に出ようかなって思って、はい、ありがとうございます。それは自分の経験、私しかさ次期総監督っていうのやってないから、ね、多分きっと分からへんことがあるねんな、うんうん、もどかしかったしすごく、うん、なんか1年間が結構悩み悩んだし大変だったなって思ったことがすごいあったから、うんうん、だからミオンが、まあ、いざお仕事をもしてみて、はい、って感じで、うん、そうですかなって私は思ってる、うん、今日も、うん、AKB ビンゴの収録さっきしてきたんですけど、いきなり、うん、横山さんが、うん、じゃあ2019年の抱負をお願いしますって言われたのを、うんうん、そう、じゃあここは次期総の向井地美音に委ねますって急にそう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 振られたのすごいワオってワオってなりましたよそれこそそう、でもこういう風にそうそうそういっぱい経験を、はい、積ませていただいて、うん、頑張りたいなと思います、うん、あでも就任が1月ってことじゃないからね、あ違う時期ですまだすいません
おい後輩。はい先輩。私から一つあんたに教えといてやるわ。総監督たるもの、あるあるを言える女であれ。ええか、とにかく何かにつけてあるある言うねん。それでだんだんとネタがなくなってくるやろ。そしたらだんだんとあるあるのクオリティが下がってくんねん。要するにやな。あの先輩。なんや。それはいらないっす。わお、 AKB48 のオールナイトニッポン。AKB48 の横山由依と向井地美音がお送りしています。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 AKB48 のオールナイトニッポン。千葉県のまーちゃんさん、次期総監督の発表の時、はい、このまま由依班は卒業してしまうんだと思って泣いてしまったので、うん、美音が総監督になった後も AKB48 として残ってくれると聞けて嬉しいです、うんうんうん、東京ドームの夢叶えましょうね。叶えましょう、叶えましょう、一緒に行きましょう。そうです、横山さんも一緒に行こう。もちろん行きましょう。はいはい、ラジオネームはるはるさんから、奈良県の方からいただきました、うん、登山家の方に質問です。いや出たよ、2時になりますね。AKB48 という山はどのような山でしょうか。登山家横山由依さんへのむずいねんて。AKB48 という山はデコボコかもね。おうん、その心はむずいやろ。攻めるわ。まあ、うん、いい時もさ、そうですね、悪い時もあっていろんな人がいて、うん、おすごい。いろんな給水所があったり滝があったり川があったりとかかな。でこぼこ、いい山、いい山、うん、ええ山やってことですね。やっぱりこう先が見えない山っていうのはね、うん、いいですよね。登れない山もあるかもしれないってことですね。でも登るという、一緒に、そうですよ、一人じゃ登れない山をみんなで登るっていう。はい、まあ、ボルタリングは一人でしか無理なんですけどとりあえず自分との戦い、そうですね、むずい、はい、で、はい、今日のテーマいきますね、はい、平成の大処分これいりませんですね。メールテーマの方をついに行きますか。そうですよね、これこっからはあの ベルタイムだ、ベルタイム、ポスターのね、そうですよ、いいメールにはポスターもらえます。行きます、はい、岡山県リンゴ寄りのなしちゃん、お、ありがとうございます。洋服店で店員さんがその服私も持ってますと言ってくるのはいらないと思います。いや、あなたが着てるから買いますとはきっとならないですよと思ってしまいます。厳しい、めっちゃ厳しいねんけど、まあ、雑談として、ね、世間話して言ってくれてるんだろうけど、うん、いやでも店員さんに話しかけられるのめっちゃ苦手です。私苦手、うん、え、得意ですか、なんか、え、だって、うん、もう話しかけられたら、うん、なんか情じゃないですけど、うんうん、これ買わないと申し訳ないなみたいな気持ちになるじゃないですか。あ、まあ、それはわかる。そう、これいいんですよみたいな、うん、2ウェイで、うんうんうん、中はもうここで、うん、このフードも外せるんですみたいな説明された時にはもうなんか、うんうん、あ、いいですねなるじゃないですか。まあ、確かになんか話しかけない店の方が長居しやすいってはある、うん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 、ちゃんとしっかり見やすいかな。そう、なんか話しかけられちゃうと大丈夫ですってなっちゃうかも。そう、すぐになんか逃げちゃう、その店から。人見知りなんでね。続いて、うん、福島県にお住まいのケイジさんからいただきました、うん、僕には
中学生の時に、うん、悪魔を司れるキャラを演じていた黒歴史があります。すごい。俗に言う中二病というやつなんですが、うん、思い出すたびに顔が真っ赤になるので平成が終わる前に処分したいです、うん、これは辛いな。ちょっと処分黒歴史とかありますか。なんて悪魔を何司れるキャラ。やばいよ。どういうこと。悪魔降臨できるみたいな。じゃあ今から悪魔来ますみたいな私が悪魔だみたいなこと。絶対そうだよね。怖いって。怖いよ。すごいよ。それはそれでやそれ。けどいやでもどういうことなんですかね。私はある？ありますよ。私も、うん、多分まあまあ痛い時期もあったんですけど、うん、なんか、うん、一人称今は私じゃないですか。うんうん、で小学生とかってまあうちとか言ったりもするじゃないですか。うんうんうん、それはいいんですけど、うん、なんか。僕って言ってたことある。それやだ。マジ痛いですよね。いや私もあって。あったんですか。小学校6年間かな、うん、6年生までかな、うん、私一人称私やん今、はい、一人称ゆいちゃんでした絶対そうだと思った。ベルじゃないです。ベルじゃない。もう刑事にあげよう。刑事あげるか。刑事にポスターあげる。早速1枚刑事ポスターおめでとうございます。いやなんか、うん、僕っ子もねもちろん可愛い一定のなんかあれはあれ需要はあると思いますけど、うんうん、なんか私はなんかそのメールとか打つときになんか私って漢字で書くのは可愛くない。でもひらがなで3文字はちょっと多すぎる。でなぜか僕に至って2文字。そう、うちでよかったやんじゃん。そのうちも可愛くないってなったんですよ。あーなるほどね。なんでだろう。だからなんか僕ってメールでだけかもしんない。でもあ直接は言ってない。そこを言う時に僕とは言ってなかったんですけど、あーメールでだけ僕っていう。それちょっともう嫌やな。めっちゃ黒歴史ですよ ね、 ね、うん、今思うと。えカタカナじゃないひらがなです。あでもゆいちゃんも結構やばいです。幼稚園とかは大丈夫ですけど。あ、わかるやん。小6は小6までだいぶよ。結構来ちゃってるよ。私も平成の終わりにそれ流そう。やめよう。もう今思い出しちゃった。10年ぶりぐらいに思い出したからやめましょう。もうこれは、はい、京都府としきくん。はい、平成最後に捨てたいいらないものですが彼女との距離です。も遠距離で付き合っている彼女に、昨年のこの時期にプロポーズしたのですが、はい、諸事情あり現在も遠距離が続いたままです。来年こそ一緒の家に住んで距離をなくしたいです、うん、あ、もう一ついらないものがありました。彼女との名字の違いも来年には捨てたいです。なんだよ。なんだこれ。なんやねんこれは。幸せもんやん。のろけか。でも何やろ、諸事情が気になるけど。まあまあまあ。幸せになって。そう。って感じですよ、ね、もう。幸せに。いいですね、名字がどうか。これもしかしたらさ。何ですか、知り合い。地元の知ってる人かもしれない。嘘、京都って言いました、うん、なんか同級生とかなんかも、なんかその、京都の先のやつも、はい、地方みたいなのも書いてて、自分のところにすっごい、あえて書いてきてるってことは、もしかしたら知り合いなのかもしれない。あ、ポスターが欲しいからか。じゃあ知りません。厳しい。ポスター目的はちょっと厳しくいきます、ね、厳しく、はい、埼玉県にお住まいの、うん、次の直々層は俺ださんからいただきました。おおじゃあミオンミオンがやばい、私から指名するんだ。引き継ぎですかねこれ、うん、ずっと片思いしていた女性と会う機会が減って1年、うん、友達からそういえば〇〇ちゃん結婚したらしいよという連絡。よくいらねえ。でも彼女に結婚おめでとうの LINE を送ろうとしたら LINE のアイコンが赤ちゃんに変わっていた。そんなことで知る、あ、子供も生まれたんだ、もっといらねえ。でもおめでとうの LINE はしましたけどね、だそうです。うわー、辛いね。切ない。めっちゃ切ない。いや、その思い伝えたんかな、その片思いしてた時に。伝えてどっちなんですかね。伝えてなさそう、うん、でもさ、そう、なんか本当に会わなくなった人、うん、小学校の例えば同級生の女の友達とか、うんうん、LINE のアイコン見るとすごい変わってたりしますもんね、うん、私もこの間さ、うん、見たことのない名前から LINE が来て、怖い、なんやろうって、ゆい誕生日おめでとうみたいな感じで来たから、うんうん、なんやって思ってたの、うん、そしたらなんか地元の後輩の、うん、女の子やねんけど、その子が結婚して名字が変わってて、すごーい。そう、その確かにそれは誰ってなりますね。結婚したのって言われて、みたいな。そっかーみたいな。後輩やもん。
年下の子、あ、そうですよね、そういう、そういう時期やんな、にもなりますよね。板橋区のチェコの大砲さん、はい、学校で一番美人な女の子が夢に出てきたよと言ってきた時の記憶を処分したいです。その時に僕は面白い返しをすることができず、ドゥユドゥユと変な呼吸をして終わりました。何これ、それはちょっと盛りすぎ。ドゥユドゥユってどうやったら出るの。でも夢に出てきたよって言われたらちょっと嬉しいよな、うん、きっと。それさ、なんか向こうはなんかちょっとね、うん、気が合うじゃないけど、そうだって学校で一番美人な女の子がそれ言ってきてんで、そう嬉しいじゃん。それでこうびっくりしちゃってドゥユドゥユって言っちゃったね。ドゥユドゥユってそれはね、それはちょっとイケメンにやっぱ返答してほしかったですね。そうね、千葉県にお住まいのソラチーさん、なんと14歳の方から、かわいい、待って、何、新しい彼氏ができました。だから前の彼氏をずるずる引きずらずきっぱり忘れようと思います。何、すごい、待って、14歳でさ、どんな14歳だな。とりあえず2人はいるってことや。いや、そうですよ、あの付き合った子、いや今1行目まで読んで可愛いって言ったけど、うん、2行目読んだらちょっとなんかすごい人生経験が豊富すぎてびっくりしちゃった。すごいね、前の彼氏ね、うん、可愛い。でもまあでも14歳ならこれからいろんな出会いがもっともっとあるやろうからね。そうですよ、うん、平成どころか、まあ今後生きるね、うん、あれ人生経験のが全然、まあ私たちもですけど、そうね、多いわけですから、うん、まだまだ処分しないで、はい、まだまだ行きますよ、はい、ラジオネームたけしさんね、兵庫県の方です。そんな感じ。TAKESHI、 英語だからね、うん、はい、新築祝いでもらった観葉植物、夏は虫がつくし場所を取るだけで正直いらないです。まあ、あね、これそうか観葉植物って難しいのかな。でも横山さん、そういう植物とか飾るの好きですよね。好き好き、お花とか飾るね。あのさ、ドライフラワーって家に飾ってる？あ、ドライフラワーはありますね。ドライフラワーって、うん、飾ってていいのかな家に。え、ダメとかあるんですか。なんかさ、お花を買って、うん、お花がって枯れちゃうやん、はいはいはい、その枯れたお花を飾ってんのって良くないねんって。あ、え、そうなんですか。そう、それは言うの。でもドライフラワーって、うん、そういう風にもう作られたものやん。そうですよね。だからいいのか、それとも枯れたお花としてなのかっていうのすごい気になってて。いい、あの、そのなんか風水的な、多分そう、そういう風水的なやつで、言い伝え的な意味で。そうそうそう、私占いとかも大好きやから。あ、そうですね、占いの話めっちゃ盛り上がるんです。私たち大好き占いね、うん、でもドライフラワーは飾らない以外に用途ないよな。じゃあいいのか。いいんです、うん、いいと思います。めっちゃおしゃれなドライフラワーをもらって、うんうん、なんか逆さまに飾るやつ知ってる？え、知らない。なんかなんていうの、逆さまっていうか壁に、普通の花束を想像した時に、うん、それを裏向けた、そうドライフラワーみたいなのがあって、かわいい、めっちゃかわいい。お花が下に広がってる部分が下にあるっていうやつ。ドライフラワーだったら虫もつかないし、うん、そっか、いいんじゃないですか。確かに観葉植物観葉植物か、難しいよね。はい、はい、じゃ あ、まだまだ、じゃあメール、はい、待ってますね、はい。あなたが平成のうちに処分したいものを送ってください。受付メールアドレスはこちら、 akb@allnightnippon.com、 akb@allnightnippon.com。 たくさんのメールを待ってます。はい、ここで一曲お送りしましょう、はい、9月のじゃんけん大会で優勝した多田京香ちゃんと松田由美ちゃんのユニットフォーチュンチェリーが今日デビューとなりました。ということで、フォーチュンチェリーでひまわりのない世界。広い。
は AKB48 の横山由依と向井地美音がお送りしています。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 AKB48 のオールナイトニッポン。ここで日本放送からのお知らせです。視覚に障害のある人たちが安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、いよいよ来週の月曜日12月24日のお昼12時から24時間の特別番組を生放送でお送りします。5年前2013年には私たち AKB48 も参加させていただきました、うん、高橋みなみさんがメインで MC を担当してましたね。今回パーソナリティを務めるのはキスマイフット2の皆さんです。今年はありがとうは魔法の言葉をテーマに、キスマイフット2の7人がアシスタントの煙山光則アナウンサーとともに24時間募金をお願いしていきます、うん、日本放送の入り口にも募金箱があったり、うん、そこにもね、ポスターがキスマイフット2の皆さんがいらっしゃるポスターがあります、はい、そして募金の方法はいろいろあります、うん、例えばクリック募金、お手元にある iPhone、Android などのスマートフォンから専用のホームページでクリックするだけでも簡単に募金ができます。ミュージックソンのホームページをご覧ください。その他募金の方法についてもミュージックソンのホームページに詳しく載せてあります。募金は来年の1月31日まで受け付けています。皆様のご協力どうぞよろしくお願いします。やっぱりクリスマスじゃアイドルのお客さんは来ないか。あら、こんばんは、向井地ママよ。こんなんだったらお店休みにしてデートにでも行けばよかったと思わない？なんてそんな相手もいないんだけどね。ちょっと笑ってんじゃないわよ。そんなに笑うんだったら今から私とデートしなさいよ。 AKB48 のオールナイトニッポン、真夜中の純喫茶 AKB アナザーストーリー。東京秋葉原の裏路地に深夜2時を過ぎるとオープンするお店がある。それが純喫茶 AKB。 いつもやってくるのは悩みを抱えたアイドルたちが集まりますが、今日はそうじゃないみたいです。ちょっと覗いてみましょう。横山のママ、
今日はもう看板にしたから二人でゆっくり飲みましょう。そうね、向井地のママ。ねえ、あなたいつもは相談されてばかりなんでしょ、うん、何か相談したいことはないの？実はあるのよ。何？最近私物忘れが激しくて。物忘れ？忘れ物が激しいの。結構違うわよ、物忘れと忘れ物。ちょっと言い方間違えたわ。この間私、まあ、ちょっととあるコンサートで、うん、ギターをね弾かせてもらったのよ、うん、エレキギター。エレキギターいいわね。うん、すごくうまく弾けたんだけど、うん、その日帰りに、うん、ギターを会場に忘れて帰ってきたのよ。だいぶ大きな荷物忘れたなって思って、まあ、それは結局ね別の人が回収して、うん、まあ無事だったんだけど、うん、今日は朝コンタクトレンズを忘れて。え、どうしたの？親に届けてもらったわ。あ、それはママの親、ママのママに届けてもらってこと？ややこしいわ。バーバーかしら。そうだわ、ママのママ、うん、ママのママはバーバーかもしれないわ。どうしたらいいかしら。ちょっと抜けてるみたい私。そうね。忘れ物はでもしちゃうわよね。しちゃうかしら。横山ママもする？横山ママってママが多くない？ちょっと噛みそうになったわ。忘れ物すごくしちゃうわ。横山ママ、うん、でもね、そうかしら、うん、まあ忘れ物しても届けてくれるママがいるなら、ね、うん、まあ今のうちはいいんじゃない？そうね、うん、まあいずれそうじゃなくなって自立したらまずいけど、うん、今は大丈夫かしら、ね、そうだと思うわ。まあ解決したかはちょっとよくわからないけど。そういう横山ママもなんか悩み事溜まってるんじゃないの？横山ママになったのね。そうよ、訳してるわよ。訳して横山ママよ。悩み事ね、先日ね、うん、どうしてもタピオカというのを飲みたくなってね。あら、タピオカ流行りよね。贅沢なんだけど、うん、ウーバーイーツっていうので。あ、知ってるわ、お店ね。頼んでみたの、うん、うん、そしたらね、鉄管のミルクティーっていうのがあったんだけど、うん、それがいいと思ってそれを選んだんだけど、その下をスクロールすると、うん、すごくいい鉄管のミルクティーみたいなのがあったの。すごくいい、うん、スペシャルなバージョン、ちょっとリッチなやつね、あったのね、うん、だからそれを頼んだのね、うん、家に届くじゃない？届いた、はあ、ストローが細いの。え、つまりとてもいいミルクティーには、うん、タピオカは入ってないやつだったの。だから高いお金を払ってショック。いいミルクティーを飲んだっていう感じになったの。それはそういうミスはもうしたくないの。まあまあショックね。ショックなの。どうしたらいいかったのだろうか。どうなんのかったんだろうか。登山家ですか。この山はどうしたらよかったの。その山は、いや、まあそれだけリッチなやっぱミルクティーを飲めるっていうのは、うん、ちょっとね、セレブ感を味わいながら飲んで、うん、飲めばよかったと思うわ。じゃあまあ美味しかったし、うん、いいと思うわ、ね、うん、でも横山ママはね、うん、この前すごいたくさんのメンバーでレッスンしてる時に、うん、みんなにウーバーイーツ、あれはそうよ、ウーバーイーツを全員に差し入れしてくれたわ。あ、そうだわ、さすが横山ママ。あれにはタピオカが入ってたから。まあいいわよね。はい、うん、私は嬉しかったわよ、うん、よかった。ということで、うん、横山ママ、今日はクリスマスソングが聞きたいな。じゃあこれね、とびきり素敵なクリスマスソングをあなたに、 AKB48 でとっておきクリスマス。
しているのは AKB48 でとっておきのクリス、あ、とっておきクリスマスでした。これ2012年の曲で、実は私も歌ってたのよ。あら、私はまだ AKB に入っていなかったわ。そうよ、2013年に入って。そうだわよね。そうだわよね。すごい、 AKB ってクリスマスソングがいっぱいあっていいわね。何のクリスマスソングが好き？特に私はクリスマスがいっぱいが好き。あー、クリスマスはいねんない。あ、いいわね。ちなみに横山ママは、ね、結構予約したクリスマスも好きかもね。それなんかもうめっちゃクリスマスケーキのイメージ。本当に、え、クリスマスまで待って、あと5日ですね。え、やだやばいやばいですよ。やばいわ。 AKB の皆さん、クリスマスソングをかけて、クリスマスを楽しんでください、はい、ということで、このコーナーでは悩みを打ち明けに来るアイドルに向けたリクエストソングを募集しています。楽曲は80年代から2000年代の夜にしみる曲でお願いします。受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com です。今日は横山ママといっぱい買わせて嬉しかったわおい後輩。はい先輩。私から一つあんたに教えといてやるわ。総監督たるもの、餃子好きであれ。やっぱり総監督っていうのは餃子が好きじゃないとなれへんねん。やっぱり餃子にはポン酢やと思っててんけど、でも最近は酢胡椒でもいいなって思ってて、でもやっぱり餃子を食べないと総監督には。先輩、なんや。それはめっちゃいいっすね。せやろ。 AKB48 のオールナイトニッポン。はい、メールが来てますね。ラジオネームずっとも更新曲さん。お、います。向井地バーバで笑ってる時の二人の笑い声がバーバみたいでした。どういうこと？どういうこと？どういうことや？そんな笑い声してました？してた？ちょっといいよ。あれが入っちゃった。年金が入った笑い声しちゃった。年金？東京都にお住まいのサブマンさんからいただきました。はい。登山家の人に質問です。だから山を登ってる最中にお腹が空いたらやっぱりウーバーイーツに注文するんでしょうかどうですか。登山家の横山由依さんを今日はお迎えしております。登山家でも分からへんことがあんねんけど、あら、やっぱ、はい、山に登ってるその山にウーバーイーツは来てくれるのかっていうのはちょっと未知なんですよ、うん、ああなるほど。だから逆にデリバリーしてくれるのかっていう、そうそうそう、ウーバーイーツに登れない山はあるのかという、そう気になる。山の途中とかでも来てくれるのかっていう、どこまでの範囲これ来てくれるんですかね。ちょっと気になっちゃいますね。やっぱ登山家の方も、うん、
タピオカの流行りに乗っていくスタイルということではい、まあね、今年も残すところ2週間を切ったということで、はい、この時間は AKB48 の1年を振り返りたいと思います。お、AKB48 的2018年ということで、はい、まあ、いろいろあったけど資料ありますねここに、うんうんうん、まあ、なんだろうな、なんやろ、センター試験か。そうですね、私的にはやっぱり3月10日、うん、AKB48 グループセンター試験、うん、これはねすごく楽しいイベントでしたね。だって横山さんも、ね、8位やった。そう、めっちゃ上位ですよね。そうそう、でも全然ダメって思ってんけど、なんかそう、か、うん、私マークシートやった、ね、そうですね、でもなんか本当に自信なくて結構難しかった。めっちゃ難しかったです。昔の話がすごい多くて、そう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 、難しかったから、うん、全然ダメやったと思ったけど、なんかやっぱり伊達にやってなかったんだと思ったら、うん、すごいなんかホッとした自分でも。確かに、うん、すごい、なんだろうな、いや面白かったですよね。面白かった、本当にテストみたいで、うん、終わった後も前後左右のメンバーと、うん、なんかこの問題ってこれだよね、うん、みたいな、ね、言ってた、答え合わせとかしたりしてそう、なんか何の問題か忘れちゃったけど、うん、みーちゃんが選択肢に出てくる問題があって、うん、これみーちゃん本人が前の席だったから、うん、聞けばわかるだろうと思って聞いたけど、うん、みーちゃん全然覚えてなくて、うん、本人間違ってて私が合ってたっていうのもありました。すごい、そうすごいね、やっぱりなんかね、いろいろセンター試験も面白かったですし、うん、あ、総選挙よ。そうですね、あったね、6月16日、うん、名古屋ドームで、うん、ですね、そうですよ、横山さんが第6位、うん、ミオンが13位で、はい、ありがとうございます。選抜に返り咲きということで、いや嬉しかった。センチメンタルトレイン、うん、ね、いい曲やんな、本当にいい曲だけど、このあの、おすごいかかった、嬉しい、いい曲大好き。開票イベントの時に隣だったんですよね、うん、席が、そう一緒、隣やったね。初めてあのチーム A に組閣でチーム A になってから初めての総選挙で、うん、横山さんと同じチームなのも初めてだったので、うん、横山向かい、なんで隣だったんでしたっけ。あ、隣か、普通に、うん、50音順で隣で、私が選抜17位の、そうね、その境目 の、ね、そう、発表の時にすごい緊張してた横山さんがギュッて手を握ってくれたっていう、うん、いい話でしたねえ、緊張するよな本当に総選挙って。あれはね、ドキドキでしたけど、うん、ね、やるかな総選挙、来年もあるかな。いや本当ですよ、第10回やって、ね、第10回やったからね、11回も、うん、だって10回はもう世界まで広がったから。そうね、11回はちょっとどういう形になるのか、どうなんでやろう、あるのかないのかもドキドキですよね。どうなるかね。まあでもあったら頑張りたいですね、うん、頑張りたい、出たいですよ。目標何位ですか。まあ、あるって決まってないから、うん、やっぱり勝手の話やけど、あったとしたら神セブンに入るっていうのはずっと夢です。うん、君に入ってからの、わかる。私は、はい、去年が7位で今年が6位やって、うんうんうん、やっぱり AKB でね、やっぱ上目指したいから、うん、今年は1位目指したいです。めっちゃそうなの、嬉しい、そう嬉しいで、私誰って感じなんですけど、いやいや、なんか素敵、うん、そう、やっぱなあちゃんのスピーチかっこよかったよ、うんうん、AKB からやっぱ1位を、ね、1位が欲しいって思ったらので狙いたいなって思ってますね。そうですよね、その気持ちは忘れず、うん、そうね、お願いします、感謝祭もね、その後ありましたけど、私向かいちは、うん、そのそれこそギターギターやってた、初めて披露させてもらって AKB3 条、そうソロで弾かせていただいて、うん、横山さんは、そうだ、バイオリン、そうです、そうです、バイオリンです、エブリデイカチューシャを、そうバイオリンで披露ストリングスのところにいや、情熱大陸からのですよね、初めてですバイオリンやったのはそれに向けてやって1ヶ月ないぐらいかでやったけど、うん、そうなんですよ、タッタッタラッタンタッタッタルルッタダ、でも本当に博士太郎さん大尊敬するという展開ですよずっと動画見てましたもんね、博士さんの本当にすごいです、あの博士さんは、あのね、検索してた、はい、バイオリンって位置がすごい大事やから、位置が違うだけで音出る出ないって変わっちゃうの、はいはいはい、弦の位置と弓の位置で、うん、でも博士さんこんな揺れながら弾いてるやん華麗なステップ見ながら、天才、いやー、なるほど、すごい、やってみてわかる、やってみてわかる、ね、うん、この時期そのそれこそ選抜16人はソロで曲披露できたんですけど、楽器挑戦系が私と横山さんだけだったから、そうそうそう、よくレッスン上で一緒になったよね、一緒になって謎セッションしてました曲違う
ジャンル違うで、うん、ギターとバイオリンで弾き合いっことかしてしたよね。ね、懐かしいですね、うん、懐かしい。あとは、あとは何、あのセンチメンタルトレインリリースしたり、うん、じゃんけん大会やったり、ノーウェーマン、もうなんか最近ですね。そう、めっちゃ最近、うん、いろいろあったな。プライベートとかどうでした？何しただろう、この1年とか。この1年、あ、うん、個人的には二十歳になったのがすごく大イベントで、うん、大人やわ。タイでまさかの、そう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 、タイで二十歳の誕生日を私お仕事で迎えたんですよ、うん、で、それ横山さんも一緒にジャパンエキスポのイベントでタイに行ってて、うん、ジュリとね、そう、タイのマッサージ屋さんの暗闇の中で、その日付変わる瞬間を迎えて、なんかみんながタイマーでカウントダウンしてくれてそこでね、うん、っていう、なんか人生でそんな経験あるんかみたいな経験をさせてもらいました。日本じゃないとこで二十歳になって、はい、楽しかったですね。面白かったね。なんかそう思うと横山さんとすごい一緒ですね、うん、結構一緒にいるよな思い出共有しまくってる。そうそうそう、本当にそう。やった、ニコイチだ、ニコイチだあ、そうですよ、まだ今年は終わってないですけどね。そう、12月31日はね AKB48 紅白歌合戦も出演させていただくので、いや終わりますね。でも今年が、もう2019年になるんや、楽しみ。楽しい年にしようね、しましょうまだ終わってないけど、はい、はい、じゃあ曲いきましょうか。はい、AKB48 の最新シングルです。 AKB48 でノーウェーマン。きた、何度も何度も傷ついて、でもその度に僕は強くなっていた。一言だから簡単に決めつける。 Why? Oh why? 届かないくらいにそんなに高い場所なのか。誰もが諦め、そのまま続く I think so Oh I think so 何もやらなきゃ流されてくだけ。その顔を全員群れ沈んで溺れる。運命はいつだって下書きでしかないんだ。 You think so Oh you think so 可能性なんて言い訳の予防線だろう。ゼロでも奇跡はある。意味がない。 You are 勝手に生き
は AKB48 の横山由依と向井地美音がお送りしています。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、 AKB48 のオールナイトニッポン。はい、はい、メールをね紹介していきたいと思います。お、埼玉県のしょうさん、すごく元気、ありがとうございます。高校の時に付き合った女の子とのプリクラをもったいなくて捨てられません。思い出として取っておいた方がいいですか？どうしたらいいか分かりません。処分しなくていいよ。たださ、はい、これ違うこと付き合ったとするやん。あ、もう確かに、ね、でさ、元カノのものがあると嫌な人もいそうじゃない？まあ嫌は嫌よ、それは。自分が彼女側だったら、うん、うわ、むずいね。やっぱ思い出ボックスを作って、ちょっと封印的な意味で思い出ボックスね。でも捨てないで、なんか確かに捨てられへんよな。私未だに小学校の時の友達とのなんか手紙、うん、とか家にありますもん。残ってる。捨てられない。まあ確かに捨てられへんかも。じゃあ続いて石川県の顔面ケーキ屋さんからいただきました、うん、はい、僕が処分したいと思うものは電話で好きな人へ告白するために書いた台本です。今でも勉強机の中に残ってるのですが、もういろいろと忘れたい過去なので平成最後に捨てたいと思います。これは捨てよう、まあ、シュレッダーしていいんじゃないですか。なんですか、シュレッダもう粉々にしよう。粉々にしていいと思う。そうですね、はい、シュレッダーにかけてください、うん、皆さん。東京都のコカラスマルさん、お、寝ます。年齢はいくつって聞いた時のいくつに見えるというやり取りはもう本当にいらないです。これはこれはそうや、うん、わかる。やっちゃうけどね。やっちゃうよ、やっちゃうよな、多分普通やったら。でも私握手会でこういう会話結構あるじゃないですか、うん、あるある。当てるのめっちゃ得意。私も。本当ですか？マジでわかる。うん、なんかか一個一個差で間違うかぐらいすごい得意、うん、って言ったらめっちゃ来ちゃうかも。やばい。でもだいぶわかる。そうなんですよ、うん、すごいその感覚いい感じです私。ポスター、そうですよ、金なったから。ここからすまるさんはポスターです。ポスター、ちょっと鐘いっぱい鳴らしていこうっていうあれなんで、うん、板橋区にお住まいのチェコの大本さんからいただきました、はい、僕の誕生日に妹から LINE で送られてきた動画を処分したいです、うん、父親が酔っ払ってパーフェクトヒューマンを踊ってる動画はさすがに見てられませんでした。あ、それはちょっと嫌かも。これはちょっと嫌だ。嫌やね。てかなんかそうね、お父さんの酔ってる姿とかあんま見たくないですね、うん、動画で。確かに。やだわ、ちょっとやだな、うん、はい。北海道つばめ返しさん、僕がいらないと思うものは就職活動中のお祈りメールです。不採用でへこんでる時にさらに傷つくしイラッとします。なんか、うん、なんだっけ、その後の活躍をお祈り申し上げますみたいなってくるのですか、ってやつお祈りメールって言うんでしたっけ。それはその落ちたところから、不採用のところから、不採用のメールの最後の一文に、なんか今後のますますのなんとかお祈りしております。うわ辛い。じゃあじゃあ採用してって思っちゃうな。いや本当にお祈りするぐらいなら。じゃあそれはまあ、うん、なんか今っぽいわかんないけど、うん、金あげます。おめでとう。おめでとうございます。続いて兵庫県にお住まいの2度目のキスからは本気ですさんからいただきました。21歳。一度目は本気じゃないの？何、どういうこと？でも全然キス関係ないです。何何？冷凍庫の奥底に眠る数年前に保存したと思われるお米をラップで巻いたやつ、これが3合分ぐらい出てきたので処分します。それは処分して。それは処分して。化石化石。カッチカチやん、ね、それも多分解凍しても白い部分が残ってるやつのパターンです、ね、え怖い。京都府のコンクミさん、はい、買うだけで、買うだけ買って一度も着たことがない服ですかね。買った時はこれいいなと思ってたんですが、一度も着ずにそのままにしてることがあるので、もう着ない服は処分したいです。めちゃめちゃ分かる。した方がいいんですよ、これって。そうなんですか、うん、断捨離。でもなんか着てない、着るかもって思う。そうそうなの、いつか着る日が来るかもって思う。本当に服捨てられないんですよ。うん、わかるけど、1年間これ着てないなっていうのとかさ、うん、あるのに、うん、でもいつか着るかもしれない。絶対着ひんね、1年着ひんかったやつはもう着ないですよね、うん、それは処分ですね、うん。続いて茨城県にお住まいの原活山のたぬきさんからいただきました、うん、元カノからもらったミサンガ。あー、やっぱ元カノのもの、男性とか捨てられないんですか ね。昔もらったものとか言いますよね。どうですか小峠さん。小峠さん男性代表として捨てられます？取っといてありますか？取っといてる？
捨てる？あ、捨てるタイプ。小峠さん結構なんか、うん、現実派タイプ。確かに話聞いてると次に進みそう。バッサリタイプです。猫のしっぽさん、おい、寝ます。昼間お風呂に入ろうと裸になるたびに来る宅急便。わかる。いや、なんでなんやろうな。わかんないけど、経験ないけど。経験ないけど。めっちゃ面白い。うん、来るんですね。タイミングね。うん、悪いよね。悪いよ。昼間の裸やだな。あとなんと、はい、ここにね、Give Me Five の時に、お、いきなり、そう、なんですか、配ってた、うん、ピック3枚セットっていうのがあって、はい、いや、それも、うん、なんとプレゼントねえ、するということで、ずるい、いいんですか、前のスタッフさんがね、はい、くださったんですって。めっちゃ、これめっちゃレアですよ。激レアってね、今聞いたんですけど、配ってたんですよね、新宿って言いました、なんか新宿って言ってた気がする、誰かが新宿で配ってたって、新宿で配ってた、この3枚セットになってるのがめっちゃレアって、うん、レア、え、欲しいんですけどね。私も欲しい。欲しいけど、これは皆さんに、皆さんにというか1名様にね。これ抽選でですか？抽選でですね。あ、じゃあもう終わりですか？じゃあ皆さん、うん、処分してくださいね、はい、いろいろあったと思うんですけど、うん、はい、たくさんのメールをありがとうございました。ありがとうございました。AKB48 のオールナイトニッポン。この番組は株式会社オープンハウス、インディード、日本建設工業、レソリューション、大東建託、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。AKB48 のオールナイトニッポン、あっという間にお別れの時間になりました。早い。いやー、楽しんでいただけましたかね。私たちはめっちゃ楽しかったです。楽しかったね。やばい、クリスマス、お、すごい、クリスマスがいっぱい。この番組はね、ラジコのタイムフリーでもう一度聞けますので、はい、Twitter など SNS でシェアしておすすめしてください。はい、お願いします。そして年内の放送は今日が最後となります。今年もありがとうございました。来年もね、いっぱい聞いてくださいね。よろしくお願いします。来週のこの時間は、ひらがな欅坂46のオールナイトニッポン。再来週、
1月2日はツーブロのオールナイトニッポンをお送りしたいと思います。はい、今年最後の放送、AKB48 のオールナイトニッポン今年最後ですけど、嬉しかったです、ね、よかったね、嬉しい。あ、最後にメール届いてます、うん、茨城県にお住まいのエビグラタンさんからです、うん、バイオリニストの方に質問です。 AKB を音で例えるとどうなりますか？いやいや、無茶ぶりガスいるやろ。登山家になったりバイオリニストになったりもね、総監督になったり、え、どうですか、どんな音色ですか、どんな音色ですかとか大事だな。何、どういう、何で表現したらいいの、何ですかね、口文書にはやばい、やったことない。怖い始めましょう。やめましょう。今年最後のオールナイトニッポン、これで締めちゃっていいんですか？登っていくっていう意味で最後だんだん高くなって、ね、そう、高い音が出ましたので、すごい、やっぱ AKB にやっぱ登れない山はないってことですね。以上、登山家横山由依さんにお越しいただきました。やばすぎやろ。はい、じゃあ、もう最後ですかね。そうですね、番組のホームページには、この後今夜の放送の様子もアップします。チェックしてください、うん、この後一部の放送局を除いて深夜3時からは乃木坂46新内舞さんのオールナイトニッポンゼロです。はい、はい、楽しくお送りしてきました AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のパーソナリティは AKB48 の向井地美音と横山由依でした。バイバーイ、よいお年を。48のオールナイトニッポン。